おはようございます、星野瑠璃です。2020年フェブラリーステークスの開幕ということで、朝からウィンズに馬券を買いに行きました。早速買った馬券なんですが、まずはこちらアルクトスとモズアスコットのワイド、あとはアルクトスとタイムフライヤーのワイドを買っています。これがまあ一応今回の本戦の馬券になります。で次が馬連、まあ一緒なんですが馬連で、こちらアルクトスとモズアスコットの馬連、基本的にはまあこの2頭がまあ本戦ということで、ダブドリトリプルドリを狙ってこの2点の馬券をどんどん買っています。これが3枚目で、馬単の、アルクトスとモズアスコットの表裏の馬券を買いました。本当にこの2頭が結構来ると思ってるん でここからちょっと抑えなんですけど、3連単のボックス馬券、これはアルクトス とタイムフライヤー、インティとサンライズノバとモザースコットの3連単の5等ボックス60点で、これを100円で買っています。でここに今ここの本線なんですけど、252といって、アルクトス、インティ、モザースコットの3連単を追い金しています。まあ、ここは配当も安いし、私的にはここが本線なのでこれを追い金しています。あとは3連複で252の1点、この1点にも追い金しました。まあ、いろんな馬券の買い方で、まあ、今回はダブドリトリプルドリを狙っていきたいと思います。まあ、フェブラリーステークスの買い目はこんな感じなので、まあ一応本線はアルクトスとサンライズ、モズアスコット、アルクトスとモズアスコットがまあ本戦なので、まあ、そこ絡みの馬券をまあ参考にする方は買っていただければなと思います。じゃあまたレースも楽しみましょう。じゃあまたねー。